はい、おう、あ、コウセイくんじゃないか久しぶりだね、元気にしてる のぞみがいつも部屋にお邪魔してるみたいだけど迷惑をかけてないかなそうか迷惑じゃないならいいんだいやあいつが適当なのは昔からだからわざわざそれを言いにありがとうでもそんなに気にしなくてもいいのに。 和文は適当だけど <laughs> そういえばお昼に待ち合わせの約束をしたら夕方に来たこともあったよ康 <laughs> 生君は辛辣だなしかし学生でなくても少なくない金額だ だけど康生君の生活にも影響が出てしまうんじゃないか分かったじゃあ受け取らせてもらうよけど何かあったらいつでもうちに来るといいよその前にのぞみからお祓いがどうのこうのって言われてたけどもういいのそれならいいんだけど 望みの勘というか気配の話はバカにできないからねそうなのならよかったうんああそうだもし和文から連絡があったらこっちにも連絡するように言っておいてくれるかなよろしく頼むよそれじゃいってらっしゃい